仕込みすぎて想定よりも大幅に時間がかかってしまったんですけど、今からケイトを呼んでいきたいと思います。今降りてきます。まっすぐ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 。エビ、はい、よ見ていいよ。エビ、エビの匂い、エビ見ていいよ。え、居酒屋おけんなの。すごいすごい、キン頑張った頑張った。座ります。どうぞどうぞどうぞ。お飲み物は？ビールで。ビール、シャンパンも。あ、シャンパンで。お湯はやりますが、シャンパンでお願いします。あんた頑張ったね。4時間ぐらいやってたんじゃないの。準備、私部屋に閉じ込められて4時間経ったんだよ。こちらがですね、先日スノーピークのスパの方に行った際にあのご利用特典で、いやいやいや、使い回し、使い回し使い回しやん。誕生日の方がいる前でちょっと言うのもあれですけど、結局飲まなくて持って帰ってきたやつ、うん、こちらを。ありがとうございます。ちょっと申し訳ないんだけどさっき、うん、トイレ行っていい？あ、いいよいいよ。4時間部屋に閉じこもなめられてたからトイレ行けなかったのよ、こっちは。かわいそうに。ちょっとグラスね、違うけど、すいません。今年は、今年は和です。めっちゃ和食べたかった。なんか欲してたでしょ、和。うん、お客様。どうもどうも。いいね。あ、いいね。あ、いいね。え、ケンも飲むの？あれ？あんた、お客様がご希望であれば。あ、いや、大丈夫。今日は一人飲みの一人飲み気分なんで、大丈夫です。お客様がご希望であれば。いやいや、大丈夫です。ケン、はい、お使い申し上げる。これはせっかく買いだから取っとこうかなと思って。これ、祝福も感謝も使い回しでしょ、それ。いや、もちろん使い回した方がいいでしょ、これは。今年も来ましたね。ありがとうございます。ついに、ゾロ目迎えました。お誕生日おめでとう。うまっ。おいしい。始まったね。え、早く食べたい。お腹すいた。なんか気になるのある？いや、ダイヤモンド富士。え、寿司？熟成寿司太鼓じゃん。ん？チェスト防…なになにこれ？チェスト防衛…じゃああれですか、じゃあ先付けからいきますよ。チェストボンボン。お待たせしました、こちらがダイヤモンド富士でございます。すごい。え、タラバ、ズワイガニが。あ、ズワイなんだ。ありましたので。え、もったいない。これはズワイガニをたっぷり下に詰めて、中間の部分にはポン酢のジュレになってますね。え、作ったの？作った、初めて。やば。最初はちょっとカニ本来の味を楽しんでいただけますでしょうか。これ最後にしたいんだけど。したい。これ映した？ケン、ダイヤモンド富士。ちょっとカニの量がね、すごい。これ誕生日の人の前で言っていいのかあれですけど、半額だったんですよ、これ。なんで言うの？なんで言っちゃうの？なんで言っちゃう？言わんくていいんだ。言わんくていい。今、うん、誕生日の人の前で言うのはあれだけど、かなり奮発しましたって来るかと思ったのさ、うん、ケンの父ちゃんもさ、去年私の誕生日にさ、うん、ケイト今日のメニューはほとんど半額で手に入ったんだ。ね、なんで言うのとかって私に怒られてたでしょ。なんで親子して同じなの。これね、ポン酢のジュレすごい。すごくない？食べてみて。うわー、見えてこれ。いただきます。うまい。絶対うまいよ。え、めっちゃうまいよ。うまいしょ。全部ジュレと一緒に食べたら。全部自分でむいたんでしょ。もちろん。え、ジュレすごどう。合う。合う。うまい。めちゃくちゃ合う。え、料亭じゃん。おいしい？すごい。どうやって作るんだ、ジュレって。ゼラチン？うん。すごい。うまっ。
うまっ。外食行かなくていいじゃん。え、こういうの家で食べるのが一番幸せだわ、マジで。いや、今年はカニだろうなって思ったんだよな。カニ出したら絶対テンション上がるだろうなと思って。去年の伊勢海老よりもテンション上がってる今。いや、伊勢海老テンション上がったよ。あの見た目がね、すごいもんね。ドラゴンうまいな。めちゃくちゃうまい。もうこれで満足したんだけど。お腹空いたでしょ、結構。なんか、ちょっと吐きそうだった。次さ、お作りなんだよ。え、最高じゃん。寿司屋ってこと？これ板前犬ってこと？確かに板前犬か。板前犬だね。板前犬です。え、最高。しかもさ、焼き鳥あるんだ。私さ、寿司屋にさ、焼き鳥あれば完璧なのになっていつも思うんだよね。いや、俺も思う。俺も本当思う。寿司と焼き鳥一緒に食べたよね。うん。でも焼き鳥そんないらないんだよね。そうそう、1本2本ぐらい食べる。そう、うん。じゃあ2品目出していいですか。読み上げたら、隠れ北海道の自慢。隠れ北海道の自慢。え、何何、タコ鮭じゃないよね。まあ、これはね、俺が作ったわけじゃない。タコじゃないの。フグはい、フグ。どこで前に買ったことある、あのハッサムの、あそこまで行ったの。金重鮮魚店ってところ行ってきて、なんかおじいちゃんサービスしてくれた。いつそんなとこ行ったのさ。今日今日行って。これ1500円。いや、なんで言うのさ。なんですごくない。いい、言わんくていいのよ。言わんくていい、うん、フグ1500円もやばいね。やばいっしょ。おじいちゃん曰くフグは北海道が一番生産量あるんだって。え、面白いと思って。食べる文化っていうか、そういう需要がないから大阪とか東京の方に行っちゃうんだって。でほとんど収穫されてるところは北海道なんだって。え、これ何、マフグなの、トラフグ。これマフグ。あの、え、これすごくない、この量で1500円。おじちゃんめっちゃいい人で、サービスしといたからっつってちょっとサービスしてくれた。え、これは私一人で食べていいってこと？いいけど罪悪感感じるよね、きっと。あの、グラスからですが、あ、ビールいいですか。ビール、はい、すいません、はいはい、すいません、すいません。いいね。グラス、あの、キンキンに冷えておりますので、本日も北海道の自慢、札幌クラシックでございます。もう幸せ幸せ。いい音よ。うわ、待って、ケンも飲むの。飲酒営業大丈夫。追いつくの、コース料理そんな飲んでて。追いつかないかも。めでたいこと尽くしだな。うん、ちょうどね、同じタイミングだったね、うん、10万人のタイミングが、うん、いただきます。なんかフグってさ、高級魚じゃん、うん、な、何なのその噂。逆に高級魚じゃないじゃん、だってこんな入って1500円だ。高級魚っていう噂、嘘。むしろ欲しいんだったらいつでも言ってみたいな、電話してみたいな。え、それお前言わない方がいいんじゃん。言わない方がいいかもしれない。ダメだよ、さっきの鮮魚店の名前とかも言ったら。だって売ってるところほぼないもんね。バレるじゃん。確かに、うちらの裏ルート。そうしよう、みんなにバレるじゃん。うまっ。うまい。え、これ全部一人で食べていいんだ。楽しい。一人で食べてて楽しい。ほら、ケン、今年ケンが温泉連れてってあげようかとか、どっかのサウナが人気のところに行こうかとか、いろいろ言ってくれたんだけど、なんかその別に一泊二食付きのなんかいいお宿みたいなの別に泊まんなくていいなと思って、それならドメイン券がいいと思ったのさ。最近結構動画とか言ってたからね。そうそうそう、ふもとっぱらとか旅行楽しんだ後だったし、うん、なんかこれ以上誕生日贅沢に祝われたらなんか罰当たるような感じしてっていうか、そもそも家でさ、うん、相手が思い込みで作ったもの食べるのが一番幸せじゃん。そんな、まあ俺もそうだったからね、誕生日の時にいろいろ作ってもらってさ、うん、やっぱ手作りが一番いいよね。だってさ、ピンポイントでさ、美味しいのが来るわけじゃん。
で、家計にもめっちゃ優しいっていうか。てか、うちはやっぱさ、圧倒的にコスパが好きなんだよね。そうそうそう。多分、世の中で一番コスパが好きなんだと思うさ。うん、だから俺もコスパの部分伝えたくなっちゃう。うん、でも全部終わってからでもいいよ、別に食べる前じゃなくても食べる前じゃなくてもいいよ。おじちゃんサービスしてくれた。いや、いいってだからあんたの父さんも一緒だけどさ、なんかさ、ケンもさっき言ってたけどさ、うん、やっぱ家で作ってもらう方がさ、自分の好きなものを全て把握した人が作ってくれるじゃん。はいはい、だからどっかに食べに行くのもまあもちろん幸せなんだけどさ、うん、どっかに食べに行ったらさ、なんか、あ、これはそんな好きじゃないなみたいなのがコースの中に混ざってたりする、うん、するじゃん、うんうん、だから結局さ、好きなものを知ってる人が作ってくれるコースが一番幸せなことじゃないと思います。これがもう本当に最高かもしれない。俺もそうだったから、一昨年とかね、車庫でやってくれたやつ、好きなものしかないからさ。なんかさ、うん、コロナに感謝とかは絶対したくないんだよね、うん、だってコロナが与えた被害ってさ、うん、とてつもない、うんうん、なんかその家でこんなに楽しめるって分からせてくれたきっかけではあるというか。確かに楽しむスキル身についたかも。そう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 、コロナのおかげで。そうそう、なんか、うん、誕生日といえばどっかに外食に行って、うん、その外食先でなんかケーキ出してもらってとかさ、なんかそれしか発想があんまり。でもこの中でどうやって相手を喜ばせるって考えてさ、で今さ別にそういう制限全くないのにさ、うちらこうやって家で楽しむのが一番幸せになっちゃってるじゃん。なっちゃった、うん、でこれが楽しいって気づいちゃったからさ、うん、なんかそういう意味ではなんか、まあ、感謝はしてないけど夫婦にいいきっかけを与えてくる。そうだね、うん、じゃあ食べろ。キャンプにさ出会えたのもそうだし。そうだよ、うん、そうだよ、本当に好きなことと向き合えるタイミングではあったかもしれない。身近な。まあ、じゃあ3品目ですかね。はい。こちら大人の焼き鳥。へえ。刺したんだ。ケン。刺したよ。すごい。桜姫鶏。あ、いいじゃん、いい、うん、いいやつでしょ。皮を外に巻いて。ええ、じゃちゃんと何？後から皮を巻いたんだ。そうです。これが完全オリジナル。何なの？酒とニンニクと鶏ガラスープが混ざったタレなんだけど、うん、これちょっと隠し味でこう塗っていこうかなと。こういう感じで、なんか酒とかをさ焼き鳥につけるパターンあるじゃん、うん、ニンニクと鶏ガラスープ絶対うまくない？絶対うまいじゃんお待たせしました。あ、めっちゃ美味しそう。どうだろうね、うん、しょっぱい。みふ、え、みふ、みふ、みふ、めっちゃジューシー。ほんと？あ、いいよ、これこれ、これ食べなさい。いただきます。すごっ。見せよ、のよ。私の誕生日になってた、知らないうちに。0時だよ。ちょっと今ね、2人でなんか話に花が咲いちゃって私この間古いとか言ってきたやつじゃん私話が盛り上がっちゃって、今1時間半ぐらいね、結構酔っ払いながら、そう、動画全然1回も回さず1時間半ぐらい2人でなんかああだこうだ、なんかほんとくだらない話で盛り上がってたらさ、今パッて LINE 見たらさ、誕生日おめでとうって。おめでとうおめでとう。0時過ぎてたんだけど。あ、じゃあ先に甘味出すか。待って待って、ケンごめん。え、やっぱ最後でいいよ。最後でいい寿司誕生日当日、誕生日当日、誕生日当日。熟成刺したの？ケンが。はい。え、ケイトが一番好きなものは何？マグロ。え、マグロ熟成。もうね、動画では今まだ15分ぐらいのとこかもしれないけど、こっちとら4時間ぐらい飲んでおります。こちらです。
なんか塩を振ると水分減るじゃん。その分中に旨味が閉じ込められるんだって。ただでさえもう美味しそうなマグロだったんだけど、熟成させて今すごいいい感じ。何時間？あ、でもなんか15分ぐらいでいいらしいんだよね。へー。15分塩バーっと両面つけて、で塩水で洗うんだよね。へえ。そのマグロを使ったお寿司。どうぞ。綺麗だよ。いただきます。マグロが多分うまいと思うんだよね。めっちゃうまいめっちゃうまい。え、絶対これ熟成のおかげだと思う。ちょっと食べてみる。これ一枚怖っ。うまい。うまいでしょ違う。新発見は？あ、ハマグリのお吸い物もありますけど、飲みます？はい。めっちゃ美味しいんだけど。美味しい。めっちゃ美しいんだけど。美味しいの、そんなに。待って待って、今まで行った寿司屋でもこんなん食べたことないぐらいうまいんだけど。マジ？マグロ そんな剣、うん、そのハケは私のやつだよね。そうだよ、それ前でしょ。著作権、著作権。何？著作権？所有権。所有権。よいしょ、どうぞ。風味爽快にして、新潟の限定の札幌ビールが出してる風味爽快にして。マジで美味しいの。うまい。なんかさ、最高。しかもすぐ寝れるし。そう。それが一番でしょ。瓦ってぴょん。ベッドにぴょん。まだありますんで。あ、締めのデザート。なんだ。え、そっちからケーキ。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kate. Happy birthday to you. 待って、ケイ、もしかしてこのケーキって。あのケーキです。丸山の。え、いつ予約したの？もう1週間前ぐらい予約して。3年前から食べたかったやつ。はい、おめでとう。次の年も健康で過ごしてください。ちゃんと検診に行きます。はい。33の抱負とは思えない。ちゃんと毎年検診に行く。3年前に健にお願いしたじゃん、いつかこれが食べたいって。ああ、セボーエボンさ、私の職場の先輩がさ、スイーツマニアでさ、札幌の本当に洋菓子屋全て知り尽くしててさ、でその人の家からこのセボーエボンが死ぬほど遠いのに、セボーエボンが美味しいってずーっと言ってた。で、なんか特別な日にここでケーキ頼んだみたいなこと言ってたんだよね、確か。それからずっと食べたかったの。だってさ、曲中でオーダーしないとホール作ってくれないんだよ。そうでしょ。普段は一人用しかないでしょ。ホール一個もないでしょ。普通に飛び入りで行ったら多分ないと思う。うん、並んでなかったよ、あそこには。もったいない。どう切る？もったいないね。これ切れないよ。ケン、こんなさ、うん、プレート見たことある？ちょっとこんなゴールドのプレート、めっちゃおしゃれじゃない。これ札幌一おしゃれなケーキなんじゃないか。じゃあ入刀します。お願いします。何の歌？テン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 。やばい、全然わからない。音程合ってる？大学生の時に結婚式の二次会会場でアルバイトしてた時のケーキ入刀の歌。いや、わかんないよそれ。マイナーなやつなんだ。うん、絶対誰も知らない。わからんじゃん、そんな歌われても。すごい、美しい。こういうコンドミニアムありそうじゃん。
ニセコに。ニセコにある。ニセコありそうだよね。ここがなんかテラスになってんの、このここがちょっと空間空いてるとこが。県何から何までありがとう。だってめっちゃ美味しそうじゃない？この層。私こういうチョコの層がマジで世界一好き。大好き。俺も。これはケーキの中のトップオブトップ。こういう上にパリパリとか乗ってたら、まあ、なおいいのよね。正直。だからもう完璧。このお店のこのケーキは3年前ぐらいからケイトが誕生日に食べたい食べたい言ってたんだけど、俺がことごとく忘れてしまって。めちゃくちゃ嬉しい。だって結構前から予約しなきゃこれ。いやそうだよ、ね。特注特注だから。消えた。え、一瞬だった。こんな濃厚なのに後味めっちゃすっきりなんだ。そう。なんだこれ。いやー、でまずね、美しい。見た目がまずね。マジでめっちゃ丁寧に作ってると思う、これは。うん、やばい。人が作ってる。なんていうんだろう。機械じゃない。上のこのソースがさ、多分お酒だよね。ミルルとシマはまだ食べれないよ。あんたら子供でしょ、だって。早いか、まだ。でもミルルって確か、つばの広報社員だからね。成人してるはずだけど。バリバリ、うん、うん。普通に成人してるかもしんないけど、でもうちらにとっては子供だから、まだこれはお預けだ。もうちょっとだな。うん、うまっ。セボーエボン、うまっ。プレゼント、おめでとう。ありがとう、ありがとう。カバンてか、毎回そういう系なんだよね、あげるものって。時期が時期だから。あ、マフラー。あ、ロックブテ。そうと、マフラー。え、かわいいじゃん。え、もったいない。これキャンプには使わないよね。キャンプ用と思ったけど。かわいいじゃん。これ何がかわいいかって、こうなんのよ。これかわいくない？ケイトがスマホ触れる手袋、あったかい手袋欲しいって言った、うん、ないよね、うん、てか去年使ってた手袋や燃えたじゃん。かわいい、あったかい。めっちゃあったかい。でも色がね、黒っていうのがまあ合わせづらいかな。なんでさ、黒でしょ、一番合わせやすいの。カーキもあったんだけど。なにこれ。うわ、上質。これ気持ちいいしょ、めっちゃ。めっちゃ上質。なにこれ、で長くない？そしてなにこれ。で、これの一番のいいところはここに手が入るんだよ。こう？そう、だからあったかいのよ、手入れて。ここに北海道入れたらいいんじゃないかな。確かにめっちゃいいじゃん。そうで、これも気持ちいいから、いいでしょ。めっちゃいいよこれ、超あったかい。まあノースペースだから、まあアウトドア用でさ。なんかね、昨日、一昨日の夜ね、このリビングのテーブルの上にギフトラッピング引き換え券8番号1みたいなカードが置いてあったんでね。ギフトラッピング待ち番号1番ノースペースみたいな、うん、で、ケン、これ何？どうし、何？って言ったら、いやこれギフトラッピングの引き換え券返すの忘れたんだよねってケンが言っててさ。そう、返すの忘れちゃった。次行った時返すわって言った5秒ぐらいにケンが、うん、ってなって、そのバレたんだよね。ノースフェイスで私にプレゼントがあった、うん、バレたの。で、あんた爪甘いねとか言って笑ったよね。これだったのか。ノースフェイスでさ、一緒に考えてくれたスタッフの人がいたのね、うん、その人がめっちゃ優しくて、うん、ケイトになりきって。女の人？そう。へぇ、うるうる来たもん、なんか優しさに。いや、めっちゃ優しいね、この人と思って。はい、ありがとう、ありがとう、ケン、ありがとう、ありがとう。これで今年は冬キャンプで冷え性にならなくて済むのか。ありがとうございました。どうだった？この1年は。1年？長かった。長かった。年取ったらさ、あっという間って言うじゃん、うん、2歳の子にとっての1年って2年しか生きてないうちの1年だから長いんだよね、うん、でも80歳の人の1年って80年生きたうちの1年だからすごい短く感じるから、うんうん、年取るにつれて1年は感覚的に短くなっていくらしい、うん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 、
でもこの1年はすごいいろいろ自分のやりたいこととか仕事とか夫婦のこととかめちゃくちゃ向き合っていろんな方面でなんか考えて生きてたから長かったかも。素晴らしいね。濃かった。去年と同じじゃなかったから濃いと感じたの。そうそう、うん、ガラッと変わった1年だったから充実してたんだろうね、いろいろ考えて。忘れないかも、32歳の時代を10万人も突破したし、32歳のうちに。そうか、感慨深い1年でした。何事も楽しんでやっていきたいね。皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。まだ誕生日月間は終わりませんし、はい、ちょっとね、はいはい、結構大きな旅が待ってるんですよ。ピーでしょ。ピーに来週行くんですよ。いつだかの動画で実は今年の11月にピーに行くっていう話をして、そう、フーにも行くけどピーにも行くみたいな話をしたね。そうそうそう。で今年のうちらの一大目標っていうのはふもとっぱらに行くことだったんだよね、うん、で来年初めてっていうかそのコロナになって以来の海外旅行、うん、うちらもともと海外旅行めっちゃ好きで、うん、キャンプ始める前はすごい海外旅行行ってたんだよね、うん、で今年はふもとっぱらを目標にして来年は海外にでも行けたらいいねって言ってたんだけど、なんと高校時代からの大親友、私の結婚式の時もブライズメイドとかやってくれた大親友が結婚式を挙げることになって、それが海外になったのよね、うん、で急遽そのふもとっぱらの翌月、うん、っていうか割とキンキンにその予定が入って、これなんか日程的にも休み的にもお金的にもいろいろ大丈夫かって一回断ったさ、一回ごめん行けないかもって言ったんだよね友達。ブライズメイドやってくれた大親友に行けないわって言ったんだけどしたらその友達がさめっちゃ悲しそうにしててさ、いやそりゃそうだよね、えならやらないって言ったんよ。そうそう、ケイト来ないならずらすみたいな。いやまあそれ冗談だと思うけどね、うん、私はなんてことを言ってんだと思ってさ、そんな一生に一度一生だから、うん、でその親友はさ7年前にうちらが結婚式あげるときにさ、なんかほんといろいろ協力してくれた人でさ、その友達がね来週ピーで結婚式をあげるので、でケンも仲いいんだよね、うん、その子とは、うん、その子の結婚式に行くので私たちん5年ぶりの海外にですね。5年ぶり4年、いや2023だから4年ぐらい、いや4年かな、うん、ぶりの海外に行ってきます。僕は初ピーです。ケンが初ピー私はなんかね大学の卒業旅行で友達と行ったんだけど、何ピー、あとは小学校1年生ぐらいの時にも家族で行ったことあるんだけど記憶にないんだけど、まあ、一応3ピーでケンは初ピーなんだよね。いや英語ずっと喋ってないからさ、日常会話できんのかっていう不安。いやでも楽しみだよねその、うん、私とケンはあんまりこのキャンプ動画ではさそんなになんか言ってないけど、一応2年ぐらい海外留学してて海外で働いたりもしてて、なんか英語は好きで久々に海外に行って英語喋りたいとかも保つ楽しみだしさ、ただなんか物価がやばいっていうか円安がやばいから今から怯えてて、ケンがハッピーアワーをめちゃくちゃ調べてるっていう、なんかハッピーアワーで飲みまくってその後すぐ寝ればいいんじゃないとか、そう言って、だから夜ご飯はもう3時からスタートしてで夜ご飯の終わりがまあ大体7時ぐらい、早っ。で8時ぐらいには歯磨いて9時には就寝、それが一番いいのかなと。そのピーに関してはね、なんか動画を撮るかどうかとかあまり何も考えてなかったんだけど、うん、やっぱ記念すべき4年ぶりの海外だし、ピー自体がさ結構日本人がみんな好きな憧れの、日本人みんなそう好きな海外の旅行地だから、なんか1個ぐらい動画撮りたいねって、ね、動画にできたらいいなって思ってますので、この動画の次はもしかすると海外旅行の動画になるかもしれません。まあメインはねその友達の結婚式だから、それが大成功すればいいな。そうだね、うん、そんな感じです。ケイありがとう。ケイとおめでとう。皆さん、こんなホームビデオにお付き合いいただきありがとうございました。おいで島見る。この間ケンの母ちゃんさ、ああみるみるとか言ってさみるるのことみるみるって言ってたな。視聴者の方もみるみるって言ってた人だよね。みるるです。本日もご視聴ありがとうございました。
それではまた。ケイありがとな、疲れたな。ケイとおめでとう。よ、疲れてる、楽しかった。俺はスキルアップした。ケイも和食できるなら、じゃあバトンタッチか。ん？どうぞどうぞどうぞ。はい、いった。伸ばして伸ばして、すごいじゃん。めっちゃ可愛い。